も、こんにちは。沖縄ババでございます。今日は三毛さん特集になりつつありますね。はい。うんじゃさん、向こうの部屋でね、あのー、穴ごもりしてるんで。<laughs> はい。あの、ね、猫ハウスに入って出てこ,こないんで。<laughs> まあね、夜中大暴れしてたのか。<laughs> 疲れが出たのか。<laughs> まあ、そういう感じでございます。はい。えー、今日はちょっとパナさん特、パナさんだってミケ、三毛さん特集ですね。 はい。えー、これね、あのー、ここみちゃんさんも伝えてるんですけど、太陽フレアでかいのが発生しました。X の4.5です。X4.5 の太陽フレアが発生しています。す、えー。久しぶりに大きいのが発生したみたいですね。 まあ、ちっちゃいのはちょこ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 ね、発生してて、まあ、X 級なんですけど、それでもね、4.5っていうのはかなり大きいです。はい。えー、今年2月後半ですね。2月後半に X の6ぐらいのやつが発生したんですよね。で、まあ、タイのワンワンの地震とか、ね、あったんですけど。 えー、今度は X の4.5というのが発生しました。はい。ねなんか落としましたね。ねえ。ねえ見てたのお目目綺麗ですね。ねはい。ね綺麗なお目目してますね見て。見てたね。はい。まあそういうことで、えー、X4.5 の発生でございます。 これが何を誘発するのかですよね。まあ、大きな揺れですね。大きな揺れ。まあ、これね、あの、本当夏の間は発生しにくい傾向があります。えー、でもまだ夏じゃないんでね。はい。えー、夏の間は発生しにくい傾向があります。大きな揺れ。ただし、ただし、えー、これね、いわゆる、火の山ですね。火の山。 はい。これの活動は季節問わずなんで、こちらの方にね、えー、焦点が移ってくるんじゃないかなって思ってます。火の山です。わかりますよね。お察しくださいね。はい。えーの、の、いわゆるね、えー、ド、えー、コーンでございますね。はい。えー、これね、 本当、あのー、これ季節問わずなんでどの季節に起こりやすいっていうのはないんですよこの火の山に関しては年中起こってるんですよね世界中でなんで、えー、日本もねいわゆる火の山があるところですねはい、えー、北海道から九州までまあ沖縄の場合海底なんで まあね、何度も言っているように海底なんですよ。はい。えー、なんでね、沖縄の場合は海底火山がね、もう、ばボーンってなったらね、まあ、波ですね。本当に、沖縄の場合は本当波だけなんですよね。注意するのはね。揺れとか噴火とかはあんまり、まああんまりっていうか、ないんですよ。はい、ほぼほぼ。なんで、えー、まあ波だけなんですけど、でもね、 まあ注意はあしないといけません。えー、しかしですよ。これ4.5クラスの X フレアです。でもって昨日ですね。昨日。また桜島が、桜島ですね。はい。えー、すごい。結構1300メートル噴煙吹き上げたみたいです。はい。1300メートル。 え、これ結構な高さなんですよね。風煙を吹き上げたという、まあ、あ、そういうニュースをね、昨日寝る前に、えポップアップで入ってきました。まあ、これ聞いてますよね、確実に。はい、来てますよ。それでもって、今、まあ注意しないといけないのが、ね、藤子ちゃんでございます。 藤子ちゃん。お分かりになりますよね。藤子ちゃんですよ。藤子ちゃん。まあ、グラグラーっていうよりも、どっちかっつうとドッカーンの方がね、えー、ちょっと急務になってきてるかなとは思います。夏の間はね。はい。夏はあんまりグラグラって来ないんですよ。まあ、あの、変な話ですけど、ドッカーンでグラグラってするのもあるんですけどね。 ええー、まあ、本当ね、これ本当あのー、かなり気をつけないといけないなと思ってます。まあ、本当あのー、火山のね、近く、まあ、藤子ちゃんだけじゃなくて、まあ、日本か、活火山が多いんで、活火山の近くに住んでらっしゃる方はね、ええー、確実に、あのー、準備はあ、しといてください。はい、準備です。 えー、ガムテープはありますでしょうかガムテープ。はい、ガムテープですね。えー、ガムテープです。まあ、空調を使えるかどうか、ここら辺もね、気、まあ、わかんないところなんですけど、まあ、難しいでしょうね。えー、まあ、逃げた方がいいですね。本当に、あの、こもるよりもね、夏の間は。 なんで、えーまあ、火山の近くにお住まいの方はね、えーまあ、夏の間はこもるよりも逃げた方がいいんで、えー、まあ灰ですね灰が降ってきたっていうことでね、えー、計算するとね、まあ、夏は結構、えー、空調使えるかどうかわかんないんでねこれねあの壊れるかもしれないんですよ火山灰でね。 えー、よく、あのー、計画するといいと思います。はい。えー、事前に探しておいてください。どこら辺に逃げるべきなのか。あー、ね。えー、その辺の逃げる予定のところの、まあ、マンスリーマンションですね。はい。えー、こういうのをすぐに予約できるようにブックマークしておくとか。はい。 もう夏は多分ね、こもるのきついですよ。えー、お山田さんの場合はね、お山田さんの場合こもるのきついです。まだね、揺、えー、れ揺れの場合は、あ自宅にこもってね、まあ、何て言うのかなあ。まあ空気がね、あれなんで、別にね、変なものは入ってこないと思うんで、えー、火山灰とか入ってこないんでね、揺れ揺れの場合はね、 え、なんで、えー、まあ、夏の、まあ、窓開けておくっていうこともできるんですけど、えー、小山田さんの場合、それができないんですよ。火山灰がね、吹き上げたりするんで、まあ、これもね、わかんないんですよね。結局はわかんないんです。えー、どうしてかっていうと、溶岩タイプの、いわゆるね、えー、糞の皮になると、はい、溶岩タイプですね。あんまり火山灰って出ないんですよ。ただし、 えー、溶岩ではなくて火山灰が出るタイプの、えー、いわゆるね、お山田さんだと、お山田ドーンさんだと、えー、やっぱりね、えー、考えないといけません。窓も開けられなくなるんで、えー、まあそこら中がね、火山灰だらけになってしまうんで、えー、この場合は早くね、手っ取り早く早く、あの、決めて、えー、場所を決めてね、 えー、移動するということが重要になってくると思います。えー、こういう場合に備えてね、ごめんなさいね、手振りしちゃいました。えー、いわゆるね、えー、なんていうのかな、ブ,ブックマークしておいてください。あのー、自分があ、まあ、ここら辺だったら逃げられるだろうって決めている地域の、マンスリーマンションのホームページ、予約のホームページね。はい。えー、まあ、 ブックマークしといてください。具体的に言ってますからね、今ね。はい、ブックマークしといてください。まあ、いろいろね、えー、出てきます。なんでこういうことを言うかというと、えー、お山田さん、はい、えー、藤子ちゃんですね。藤子ちゃんのドッカーンの記事が、あーまた Yahoo に載ってました。 はい。藤子ちゃんのドッカーンの記事がヤフーに載ってたんですよ。フー、ah、ニュースにね。これ現代ビジネスさんからの引用みたいなんですけど、日付は今日になってるんで、うわーって思いました。はい。えー、まあそういうことなんでね。えー、多分観測されてるんだと思います。何らかのね、えー、変化が。ああ、これ必要ですよ。必要です。 でえー、すぐにね、何、えー、て言うのかなあ、持ち出せるように貴重品類ですね。はい。すぐに、何かあった時にすぐに持ち出せるように貴重品類をちゃんとまとめておいてください。もう本当ね、今年何があるか分かったもんじゃないんで、はい。今年来年ね、この2年間。分かったもんじゃありません。 えー、なんで、えー、あの、こういった準備だけはしておくのが一番いいです。はい。何があっても対応できます。でも、準備をしておかないと、おろおろするだけで、はい、うろたえるばかりでね、えー、本当に何もできなくなってしまいます。なんで、一番避けたいのはそういうことですよね。なんで、対応してください。 お願いいたします。何があってもね、対応できるように準備ですね、事前の。これをやっておくということです。迷いません。いざという時に。準備があれば憂いなしです。備えあれば憂いなしです。これのいい例が台湾でしょね台湾の避難所3時間でできましたよね。しかもシャワー付きですよ。 そういうことなんですよ。だから準備は何でもねしておかないといけないんですよ。はい。えー、日本人ねこういうのを見たくない聞きたくないって言って準備を後回し後回し後回しにしているからおかしなことになるんです。はい。えー、何があってもいいように準備しておけばねこういうことにはならないんですよ。はい。えー、まあ残念な日本人の性格だなって思います。 こういうことは後回しにしないでね、えー、万全に、早めにやっておくんですね。そうすると何があっても大丈夫っていうことになりますから。はい。えー、まずは、ああお山田さんの方ですね、こちらの方をちょっと心配しないといけなくなりました。はい。まあ、地面ぐらぐらはね、もう夏に入ってきてるんで、えー、危険性がね、少しずつ減少はしていると思います。 はい。大体ね、えー、冬から春にかけてが一番多いです。わ、えー、かりますよねゆらゆら。でもね、火山はそうじゃないんで、はい。火山はそうじゃありません。小山田さんの方はね。なんで、えー、今、あの、太陽フレアがガンガン発生してるんで、えー、これ、あのー、どちらかというと火山の方に今度はちょっと神経を、 えー、なんていうのかな。あ、尖らせないといけないかなと思ってます。はい。えー、火山のあるところ多いですからね。箱根だって火山ですからね。えー、特に活火山ね。旧火山じゃなくてね。えー、だから温泉とかが出ちゃってるようなとこですね。はい。えー、気をつけてください。本当にね。えー、我々ね、この注意。はい。 この注意と準備があるかどうかで、えー、決まります。はい、決まります。その人のね、えー、今後が決まってしまいます。なので、えー、どうぞ、おまあ、ね、万が一のね、えー、その火山のお山田さんがドーンって言った時の、逃げる先ですね。 えー、これを考慮して、まあ、マンスリーなんかすぐ予約できるようにね、えー、ブックマークなどをされてください。はい。そういうことです。こちらのね、二つの記事も概要欄の方にペッターンって貼っておきますのでね、どうぞ見に行ってください。よろしくお願いいたします。見てたん平和ですね。ゴロゴロしてますよ。 ねおめめ綺麗ですね、みけたん。ねえ、気持ちいいですね。はーい。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでした。どうしたのどうしたのね